数奇な運命に翻弄され、60代で世界に見出された奇跡のピアニスト、藤子ヘミング。楽しいことばっかりあって悲しいことがないっていうのはちょっとどうかなと思う。センチメンタルなのもいいじゃない。藤子の魂と音楽に触れる旅、いくつになっても夢を追い求める彼女の今、そして未来。藤子ヘミングの時間。